どうもラグビー好きの古谷門下生菅野です。陽介です。はい、いつもお世話様です。古谷です。またまた3人で語ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日の題材は、大学ラグビーのベスト4、そして決勝戦ということで語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、院長、先日はありがとうございました。はい、楽しかった。楽しかったね。1月2日から、うん、はい、素晴らしい試合を、まあ、2試合とも、うん、まあ、ご一緒できてありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。陽介さんもご覧になってらっしゃいましたか？僕はテレビで見てました。先日我々終わった直後にいろいろと語らせていただいたんですけども、陽介さんの、まあ、準決勝の中での、まあ、印象に残ったシーンなど何かございましたでしょうか？まず第1試合、明治大学対京都産業大学、はい、ここは当日の収録された話でも出てたんですけど、はい、前半最後に明治がペナルティー、はい、もらって、うん、ペナルティーキック、ショットを狙わずに蹴り出してトライを取りに行って、うん、トライを取った、うんうん、はい、画面で見てでもあそこで雰囲気一気に変わったなっていうのがありました。そうですよ。僕らまあスタンドで見てたんですけども、まあ、こう会場中の誰もが、まあ、ここはショットでしょうと、うん、前半もう確実に終わるんで3点取って、うん、リードを広げて終わるでしょうというところだったと思うんですけど、いや、広瀬キャプテンのなんていうんですかね、リスクを取って攻めに行った度胸と心意気と、なんていうんですか、こうおそらくこう昔から明治を知っている人から見るとこれが明治の魂だみたいな、ペナルティーじゃなくてトライ絶対取るぞっていう決断と、うん、まあ、そして見事にトライを取り切ったっていう結果ですよね。そこで、はい、おっしゃる通りもう一気に試合の流れが決定づいたのかなと思いました。で、後半の入りのところで共産が取ればまだ分かんないなと思ったんですけど、はい、始まった瞬間にやっぱ共産がちょっと浮き足立ってて、はい、でそのまままたトライ取られて、はい、でそっからはもう完全に浮き足立って、うん、もう自分たちもラグビーできなくなったっていう、うん、はい、でもう途中でその辺でこれはもう勝負あったなっていう感じがありました。うん、そうですね、はい、まあ、実際にまあ60分ぐらいで敗勢は消して、うん、まあ、その後はこう、まあ、明治がまあ気持ちよく決勝に向かって試合を締めに行ったな、我々第2試合の方も大盛り上がりだったんですけど、はい、うん、そちらはいかが？予想を裏切って、うん、天理大学がかなり前戦して優位に進めていったんですけど、はい、うん、もうあれもう前半特に面白かったですよね。面白かった。ただ帝京は全然その京都産業大学とは違って浮き足だったところはなかったです、はい、まあ、いつか自分たちの形にできるぞっていうところで、はい、前半 120% でいった相手をこう 80% のぐらいでしっかり受け止めて、まあ、後半力をまあ見せつけるっていうのは、はい、試合だったなと思います。後半の最初の入りのところですよね。比較的早い段階、まあ、もう初めのワンプレー、ツープレーのところで、まあ、帝京がしっかり点を取ったというところで、うん、そこでこう何か起こるかもしれないぞっていう、こう前半の雰囲気から、まあ、また一気にこう、うん、王者帝京の流れになったのかなと、うん、まあ、そういう、はい、印象でした。ということで、もういよいよ、はい、今週末なんですけれども、決勝戦、ね、はい、決勝戦、明治対帝京、うん、特に3連覇がかかる帝京と、うん、まあ、復活の優勝から3連覇がかかる帝京と、まあ、なんといってもこう、まあ、100周年の、うん、創部100周年のまあ明治大学というところで、うん、そこ押すよね、はい、創部100周年押すよね、はい、まあ、広瀬キャプテン怪我から復帰で久しぶりの試合だったんですけど、勝利インタビューのコメントのここまで来たら100周年歴史に名前刻みたいですと、うん、力強いというか、まあ、非常にかっこいいコメントが、うん、はい、印象に残ってまして、まあ、もうここまで来るとどちらが優勝するところも見たいかなっていう試合なのかなと思います。陽介さん、いかがですか？創立100周年というところで観客は多分7割は明治ファンです。そうですよね。確か8割いくかもしれないかな。はい、それは国立競技場がこう四魂に染まるまあそういった試合にはまあなりそうですね。陽介も赤いの着てんだから赤い方からコメントしてるよ。赤い方から。いやもう明治推しなんだから。いや明治推しじゃないです。明治推しじゃないの。
僕は推しじゃなくて普通に勝つのは帝京だと思ってるんですね。いや、まあ我々あくまで全員中立な、うん、中立な立場でコメントしておりますので、でただそれで終わったら面白くないんで、はい、明治がいかに勝つか、勝つには何をするかっていう、まあ、個人的に個人的にそのポイントをさ、はい、選手の名前でもいいし背番号でもいいし、はい、どうよ。あ、ヒント、万が一、うんうん、明治フォワードがイケイケで、うんうん、イケイケになれたら、うん、どん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 前に出てボール獲得して、うん、イケイケなペースができてきたらそのまま明治がいけるかなっていう気もするんですけど、あ、僕あのポイントは一つこうラインアウトがポイントになればなと思っていて、うん、まあ帝京の、うん、まあ、青木選手、本橋選手、井選手、湯選手、背が高い、まあ、強力なロック陣がいる中で、明治がこう安定してラインアウトを獲得して、まあ、その後のまあモール含めた、まあ、セットプレーにまあ持っていけるかなっていうところが非常に大事になると思いますので、まずあの一つは、まあ、特にこうおそらく4番で出てくる山本礼二郎選手が帝京の、まあ、超強力ロック陣に対してしっかりこうラインアウトをキープできるかっていうところが一つ、まあ、ポイントというか勝つためのこう前提になってくるのかなとは、はい、思っています。それありますね。対抗戦の時も結局最初は明治結構いいペースでいってたんですけど、はい、途中セットプレーでだんだん崩されてきた。まあだからそれを言うとちょっと振り返りになるけど、準決勝の明治が、はい、高いラインアウトをずっと入れ続けてたところ、はいはい、ショートで、ね、サインプレーでうまくね、うん、はい、あの持ってった、ラインアウトあるよね。あります。だからああいう意味でもトータルでどう戦術を組めるかなっていうのはよっぽど、はい、ゆとりがあればできるけど、はいはい、この決勝戦の前半は相当フォワード対フォワード、うん、でどうラインアウトを取るか、うん、でまたは、どうやってウイングに回すかって言って、うん、ポイント的には3つぐらいあるように思うし、うん、そうなってくるとフルバックの、うん、仕事っていうのが大事になってくるのかなっていう、はい、まあ、4点かな、はい、うん、そうですね、あのその観点では、うん、あのまあ、準決勝でも、まあ、注目選手として、うん、まあ、挙げさせていただいていたんですけども、うん、まあ、明治の15番の池戸翔太郎選手が、うんうん、彼をしてるよ、はい、どれだけ起用するかというところと、うん、準決勝ではあの10番の伊藤選手、まあ、非常に調子良かったので、うんうんうん、調子の良さと、まあ、キックの、まあ、バウンドも含めた、うんうん、どれだけ、まあ、球が入るかというところを含めて10番15番がどれだけ機能するかというところと、まあ、そこが機能してくれば、まあ、当然ながら、まあ、主将の広瀬選手と、まあ、おそらく内浜選手12番13番のセンターね、はい、センターコンビ、うん、準決勝でもまあ大活躍だった、まあ、11番のウイングの1年生の海老沢選手と、まあ、うん、反対側の14番の安田光平選手、あの五瀬のスクラムスタンドオフの五瀬大好き、五瀬大好きなんで、はい、1年生は報徳学園だよね、はい、あの報徳、報徳五瀬の、はい、コンビでは2人ともはもちろんこうスタンドオフも即できるような、まあ、選手なので、まあ、そこのキックですね、まあ、とすると、まあ、ほぼ全員名前を挙げてしまったんですけれども、まあ、あのフォワードが対抗した上で、まあ、バックスが、まあ、準決勝の時のような力をこう 120% 発揮するような展開だと、まあ、だいぶ面白くなってくるのかなと思います。あの君らの明治寄りの会話が多いからちょっと帝京の方をちょっと深掘りしようよ、はい、帝京大学一言で言うと強いです。一言で言うと強いです。強い以外に何かあの、なんかもう正直穴がもう見当たらないといえば、まあ、見当たらなくて、はい、まず9番どうや、9番、あ、9番のイ、うん、リグンス選手、うん、いいですよ、あの大阪挑戦、いやそうなんですよね、あのリグンス選手1年生の時からもうスタメンで、今回優勝すれば 1,2,3 で3連覇になりますけど、第100回の花園の準決勝で桐蔭学園対大阪挑戦で最初のファーストトライで、まあ、このモールは押せない判断して自分で切り込んでファーストトライを取ったのがリグンス選手なんですけどリグンス選手は、まあ、けども本当に9番のリグンス選手もあの10番の井上選手も、まあ、ものすごくいい選手で、10番はもともと高本選手が、まあ、今年、うん、あのサントリーに入って
で試合でっていう高本選手が定位置を獲得していたので、なかなか4年生まで出番がなかったんですけど、まあ、井上選手京都工学院もうまあ素晴らしいですねバックスもみんな素晴らしいんですけど、もうフォワードに関してはもう説明が必要かというぐらいもういい選手しかまあいないなというところで、まあ、まず2番のキャプテンであるエラ選手、まあ、そして4番5番の、まあ、本橋選手、青木選手、ユーテンオン選手、フランカーで怪物奥井選手と、まあまあまあもういい選手しかいないような、はい、状態なので、まあ明治が自分たちのいいところをこう全て発揮して初めてチャンスが出てくるかなと、本当にレベルが高い両チームなので、まあ決勝、はい、楽しみにしてます。ゲーム早々さ、あの司令塔が脳震盪で退場とかさ、ちょっとその、はい、不意のさなんかで、はい、先発メンバーが退場にならないで前半15分から30分までの間がっつりね、はい、組み合ってくれると、うん、熱いゲームになるよね。そうですね、うん、はい、前半をこう8割ぐらいのこう力で入って、うん、かつおそらくこうフォワードガンガン体を当ててくるような試合になるんじゃないかな、うんうんうん、どれだけ後半は明治がまあフィジカルを保ちながら戦えるかかなと。どんな感じ？そうですね、明治が前半から結構いけちゃった場合は、うん、それがどこまで持つかっていうのが出てきますね。どのくらいのスコアで決着つくか、フォアっていうか、聡明戦の時もそうだったんですけど、うん、前半からガン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 いっちゃうと、うん、最後足止まるんですよ、はい、まあ ね、 特に今年の明治はその傾向があるんで、はい、そこがどうなるか。でもガンガンいかないと、まあ、もう押し込まれるよ、はい、ペースはつかめないんで、はい、行かざるを得ない、押し込まれるよ。提供相手なんで、やっぱりもう前半からこうフルスロットルで少なくともこう提供より出力を上げる形でいかないと、うん、はい、もう初めからちょっと差がついてしまうと思うので、うん、僕はもう個人的に言うとファーストトライを明治が取るか取らないかっていう部分と、はいはい、あと前半の終わり方をどういう風に終われるかっていうのがすごく重要だと思います。この前の準決勝みたいにこう勇気ある選択を取るのが良いかどうかは決勝ではなかなかこうまた難しい問題になってくると思うんですけど、おそらくこう優勝するのであれば再度勇気のある選択をして、かつそれを成功させないともう優勝への丸とかまあないのかな、まあ、ドロップゴールも狙うのも戦術として必要だと思うしね、はい、うん、なんで、まあまあそれぐらい額面通りでいけばこう帝京大学がこう強い中で、創部100周年のまあメモリアルイヤーでおそらく会場にも退去して、まあ明治ファン OB 詰めかける中で、どれだけおそらくもう 100% の力ではまだ少し足りないと思うので、 120% のはいパフォーマンスを出せるかかなと思います。じゃあ横綱帝京大学に100周年の明治大学どう挑んでいくかということで、はい、あ、そういうことです、はい、楽しみな一戦をじゃあ、はい、待ちましょう。はい、はい、でそこで一気に流れが変わったんですよ。ああ、もうそうですね、やっぱね、蹴り出してゲームを終わらせなきゃいけないところは絶対蹴り出さなきゃダメだ。前半最後の得点がいかに重要かっていうところ、もうこれはもう完全になんかそこ喋れば、はい、それだから京さんとあの明治の試合でしょ、はい、そうです。